皆さんこんにちは、じまです。今回はですね、映像、イラスト、動画制作、写真の編集っていったもので、さまざまなクリエイターさんから高評価が続いている左手デバイスになります。結構気になってる方多かったんちゃいます？ツアーボックスエリートっていうものを利用するね、機会をいただきましたので、まあどういったものなのか、左手デバイスでそもそも何なんっていうね、概要であったりとか、まあ特徴で、私自身写真とか動画編集にいろいろね、一定期間利用させてもらったんで、使用感をね、まあ語っていこうかと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。まず概要としてね、左手デバイスって何なんですかっていう話なんですけど、もう開封してね、ずっと使い倒しちゃってるんで、こういったところにねちょっと置いときますけど、簡単に言うと、ライトルームとかフォトショップ、まあ画像とか写真編集するソフトとか、あとはイラストレーターさんなんかも含めてですよね。で、プレミアなんかの動画編集、ダビンチリゾルブなんかもちょっとショートカット割り当てたりとかね、必要ですけども、いろんなそういったアプリケーションのショートカットをまあ割り当てて効率化するもの、基本入力デバイスとしてキーボードとマウスってものがメジャーだとは思うんですけども、もうちょっと細かい機能っていうものを左手デバイスに任せようやっていうものになります。で、数年前にね、ループデックっていうものが登場してきた時に結構盛り上がりましたよね。ライトルームって動画の、ね、画像編集のソフトで、結構その修正というか調整する項目が多いんで、露光量なんかね、各ステータスマウスとかで動かすと結構ブワッて動いて、ちょっと扱いにくいなってところがあるんですけど、露光量って指定して、こういったちっちゃいダイヤルでくるくるって回すと微調整がね簡単やったりするんで、そういった左手デバイスというか入力デバイスみたいなものは結構前から流行ってたんです。で、今回のこのツアーボックスエリートっていうものは、実はこれ3代目なんですよ。私も存在は知ってたんですけど、あえて別に使う必要もないかなっていうふうに思ってたんですけど、さすがに3代目の評判が高すぎてちょっと気になったんです。実はクラウドファンディングでこれ話が進んでるものやったんですけど、大成功を収めたというところで注目されてるんです。目標金額100万円ぐらいやったんです、この製品ね。クラウドファンディングで支援金募ったところ、1億ですよ、1億4623万円達成ってどういうことっていう、もう達成率 14,623%、 そんなクラウドファンディングあるっていう、驚くほどの注目度。というのも、3代目でいろんなクリエイターさんが、まあ、初代2代目といろいろ使ってきた中で、やっぱり信頼とか改善とかを加えて上で、3代目に対する期待がめっちゃ大きいからこそ実現したクラウドファンディングの大成功をやったと思うんですね。で、そこまでいろんなクリエイターさんが興味あるんやったら、ちょっと私も試してみたいなというところですね。実際に上からですね、ツアーボックスエリートのボタンを見ていくと、こちらのボタン、トップですね、トップになります。で、私もお気に入りの C1、C2 というボタンがこちらにあります。で、右下に行くと、ちっちゃい方がショートでトールですね。この2つよく使いますね。なので、こう持った時に結構押しやすい位置ですね。ショート、トールで、ゲームのコントローラーのような十字キーが、こちらにあります。で、サイドボタンですね、ツアーボタンと呼びますが、ツアーボタンがあって、で、スクロールといったものが、まあ、マウスのくるくるのスクロールですね、ああいったものに近いスクロールボタンがあります。で、メインの、ノブですね、こちらくるくる回すノブです。なので、ショートとかトールとかを押して、ノブでくる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 回すような感じですね。で、ダイヤルというものもありますので、こちらにもいろんな値を割り当てて使うということが可能です。で、各ボタンですね、まあ、このボタンはもちろんそうなんですけど、実はこういうくるくる回すね、こういったものも押し込むことができるので、押し込み機能っていうものを割り当てることも可能です。なので、イメージとして、ショートカットキーを利用するか、もうポチって押してショートカットキーを利用するか、旅行料などの項目を各ボタンに設定しておいて、ダイヤルでですね、ちょっと画面切り替えますね。ダイヤルのところで、これツアーボックスコンソールという、ツアーボックスのね、エリートの、設定値を入れるものなんですけども、こういったものでね、各ボタンの、性能っていうものを設定
していく形になりますね。でサイズっていったものは、101×115 ちょっと待ってくださいね、ワイプ入れようか、オン、はい、101×115 だいたい 10cm×10cm ぐらいで、高さは 4cm ぐらいで、重さはね 423g って結構重めなんですね。で接続は私有線ケーブルを使っているので USB-C になります。でバッテリーはね、あの単三電池になりますので、こういった形でね単三電池を使ってもらうという形になりますね。で、色はですねブラックの他にスモークブラックであったりアイボリーホワイトといった3種類がありまして、私はですねデスク周りのものっていうものは白で統一することが多いので、白のちょっとずらしましょうか、これぐらい白の色を選びました。ただ白はねやっぱり日焼けとか、手のね、黄ばみっていったものが映ってしまうところがあるので、まあブラックを使う方が無難かなとは思うんですけど、私はねテーブル周りデスク周りはもう全体白で統一しているので白を選ぶようにしました。なので左手デバイスとしてツアーボックスエリートの、まあ、特徴をね、語っていきたいかと思うので、使用シーンであったりとか利用シーンっていうものを伝えるためにちょっと画面を切り替えますね。実際にですねライトルームに画面を切り替えてどういったことができるのか、めちゃくちゃ簡単なんですけども、例えばこちらショートを押すとコントラスト、じゃあトールを押すと露光量ってなりますので、そうですねコントラストを押してコントラストの値を大きいものにしようとするとこういった形で回してもらえると、で反対に回していくとコントラストの値が小さく、マイナスの方に今、移っていってますね。で、じゃあちょっと大きい値に変えておいて露光量を押すと、次露光量が選択された状態なのでちょっとねこう露出がオーバーになるというか明るくなるようなね、形になっていきます。逆にねこう暗くもできるので、こういった細かい値の変更が、簡単にできるというところでございますね。他のボタンもね押してもらえると、ハイライトはどうしますか、ちょっと落としましょうかみたいな形であったりとか、白レベルちょっと落としましょうかであったりとか、シャドウはねちょっと上げようかであったりとか、黒レベルちょっと締めようかみたいな形で値が、どんどん変わっていくものになります。で色温度ですね、こちら、一番上ね色温度設定してるんでこっちに持っていくと、ただ色温度はちょっといじりすぎるとねちょっと派手になってしまいますので、あまりねそんなにいじらないかなと。で色かぶり補正のところね、色かぶり補正もこういう風に、移動できるかと。ただこの写真に関してはそんなに色温度であったり色かぶり補正はしなくてもいいかなっていうところなので、ちょっと元に戻しておきますね。ここで一連の流れをですねお伝えしたんですけども、実はこの、ツアーボックスコンソールというものが別にありますので、こちらでねショート、トールとかこういったところで、各ね、そのツアーボックスエリートの、設定項目を割り当てていると。なので今私がお伝えしたものは、まあ、標準の設定にはなるんですけども、ご自身でね、いや私はもっと別のね設定をよく使う。例えばそうですね、明瞭度であるとかテクスチャーであるとか霞除去をよく使うっていう方の場合は、こういったところに別のね明瞭度とか霞除去とか、そういった値を割り振ってもらってくるくる回すみたいな、ところができたりもしますので、ここであればそうですね、色彩の色のねところでございますね、コロコロ変える状態で、例えばじゃあここで青色にしましょうか、青青青ブルーでくるくる回すとこういう風に変わっちゃうというところがありますね。はい、なのでこういったところで色が変えれたりとかね、自由にね設定ができるというところがございますね。今ぐる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 回っておりますね。こういったところが自由に変更できるので、ツアーボックスエリートね、例えばそうですねフォトショップだったりとかライトルームのような設定項目が多くて変更することが多いものであれば利用頻度は高いかなというところがあります。左手デバイスを使っていて、まあ、良かったなってあったりとか、まあ、気になったところをお伝えしていくと、今まではですね言ってしまうと、まあ、マウスとキーボードに任せていた各調整っていうものがありますね。こういう露光量とかね、こういった調整をマウスで微調整するというよりかは左手デバイスでもう任せてしまうという作業の割り当てを細かくねもう専門の機材として使うことができる。あとはこの、ツアーボックスエリートはマクロ機能の登録なんかも
可能になりますので、例えばイラストレーターなんかを使われる方にいろんな、アプリケーションというか資料であったりとかね、必ず開く、まあ、ルーチンの作業みたいなものがあるんであれば、マクロを登録してるとボタン一つで作業を入る前に全て必要なアプリケーションを同時にね起動してくれるとか、前準備がある方にはすごく便利だと思います。あとはこのねクリック感の異なる形のダイヤルがまあ3つありますよね。スクロールであったりとかダイヤルとかノブというものが3つ、まあ、形が違うというところがあったりで、あったりとか USB-C でね、使える、まあ、もちろんこの Bluetooth 接続っていうものもできるんですけど、私は基本、まあ、有線を信じるタイプなので USB-C の有線接続が使えた。あとは白色のね、カラーバリエーションがあるであるとか、こう左手でグッて持った時に自由に動かせるね、考え抜かれたボタン配置であること、あとは約3年ぐらい前のねCP プラスなんかで左手デバイスっていうものは各メーカーさんから登場してはいたんですけども、確実にどん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 時代によってですねブラッシュアップされてるなぁと。もっと小さくなってるメーカーさんもあれば、大きくなってるメーカーさんもあれば、タッチパネルになってるメーカーさんもあればといったところで、まあ、左手デバイスに限った話ではないですけども、いろんなね設定がまあ追加された、どん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 ブラッシュアップされてるのが左手デバイス産業かなっていう印象があります。で、私はですね今回このライトルームでお伝えしているんですけども、動画編集ではですね正直切り張り程度になりますので、マウスのキーボードのショートカットで十分なところはあるんですけど、そうですね、こだわる方にはこういったツアーボックスエリートのようなショートカットがねたくさんある方が便利な方もいらっしゃるかなと。何よりね、細かい調整の多いイラストレーターさんなんかには、まあ、役立つ印象もありますので、写真とかイラスト寄りのね、アイテムとして役立つところがあるかなと。で、少しこの違和感のあるカーブにはなるんですけども、意外と使ってみるとね、本体に曲線を採用した理由がわかるのは、やっぱ私たちの手の形にね、合わせてこういった形に作ってくれてるんだろうなってのは使っていて、わかるところがありますので、こういったところはね問題ないかなというふうには思います。気になるところをお伝えしていくと、 C1、C2 っていうボタンがあるんですが、このボタンがね結構使いやすくて、私自身よく使ってたんですけど、上にねロゴが入ってるんですけど、このスペースに C3、C4 っていうもう2つねボタン増やしてもらえるといいかなってのは使ってて、もっとここのボタンが欲しいなってのは思いました。あとは私みたいに動画編集なんかである程度こういったねテンプレートが決まっていて、行う作業っていうものが固定化されているんであれば、キーボードとマウスで事足りるっていう結果になる方も多いかと思います。なのでやっぱり使ってと思うのは、イラストレーターとか、あとは写真現像なんかで変更する項目が数多くあるアプリケーションで、細かく、ダイヤルで調整すると役に立つ。言っちゃうと、設定する時のボタンが数が足らんっていうアプリケーションに対して役立つかと。なのでマウスで一個一個露光量とかコントラストとか、ハイライトとかいろいろ指定してくるくるするんやったら、もうボタン一つ一つに露光量とか、色温度とか全部割り当てておいて、ポンくるポンくるポンくるっていう風にできるようなアプリケーションの方がいいんじゃないのかなといったところがあります。なのでクラウドファンディングとしてやっぱり支援者さんが数多くいることであるとか、3代目として登場している実績があるからこそ、製品としてまあ役立ってるというか、あ、こういうふうに考え抜かれて作られた製品だなってのが伝わるようになっております。なので写真編集とか動画制作ってものは、多かれ少なかれ必ず作業時間は絶対生まれるじゃないですか、短かろうが長かろうが。なので可能な限りこういったデバイスってものを試験的にでもね導入して、効率化っていうものを考えてもらえたらなと。で、私が意外と面白かったのは、ツアーボックスエリートを使いこなす、練習する、どういったものなんだろうっていう使いこなす中で、副産物として各そのプレミアのね動画編集とか、ライトルームとかの各機能を割り当てるショートカットキーをいろいろ見直したんですよ。いつもは癖でもこのショートカットで使ってるけど、ようよう思うとこのツアーボックスエリートに合わせてショートカットをもっと短いものにしたりとかした結果、キーボードなんか含めてなんかめっちゃやりやすくなったんですよ。なのでツアーボックスエリートをきっかけに自分のショートカットキーを見直したっていうところが
あったんで、今までね自分がショートカット欲しいなと思ったらつどつど追加してたんですよ。でその時にショートカット、その時のショートカット追加したボンやから、結構なんていうんですかね、規則性がなかったんですね。単発単発で追加してたんですけど、今回このツアーボックスエリートの導入と一緒に自分が必要なショートカットキー、登録しても使わへんショートカットキーってあるんで、なので使うショートカットキーだけ最適解の自分が一番手が動かすこの範囲が狭いようにね、あの設定し直して整理整頓するとめっちゃ効率が測れたんですね。なのでツアーボックスエリートさん、いいきっかけくれてありがとうといったところがあって、習慣となってしまうと作業工程ってね、まあ意識せんとてこ入れせんところがあるんで、左手デバイスなんかをきっかけにね、簡単に効率化するっていうのも一つの魅力かと思います。ツアーボックスエリートね、興味ある方はぜひ試してみてもらえると嬉しいかと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。